長年にわたってその道一筋に打ち込んできた人や、芸術やスポーツの分野で功績のあった人などに贈られる秋の褒章の受賞者が発表され、シンガーソングライターの桑田佳祐さんら734人と21の団体が受賞することになりました。今年の秋の奉章を受賞するのは734人と21の団体。このうち人命救助活動で功績のあった人や団体に贈られる公衆奉章が、 4人と1つの団体ボランティア活動で功績のあった人や団体に贈られる緑珠報奨が19人と20の団体長年にわたってその道一筋に打ち込んできた人に贈られる応珠報奨が240人芸術や文化、スポーツそれに学術研究の分野で功績のあった人に贈られる四珠報奨が14人 公共の仕事で顕著な功績があった人に贈られる蘭受報奨が457人となっています。